カンマキクトコフン群円形カンマキクトコフン群カンマキクトコフン群の一条牧久ヒ渡るワタコフン群は奈良県北カツラギ群カンマキ町カンマキにあるコフン群発起が国の史跡に指定され3号墳の出土品が奈良県指定有形文化財に指定されている出土品カンマキ町役場展示奈良本期西部旨味丘陵の南西端における 標高約70メートルの独立丘陵上に映像された古墳群である。前方後円墳1基円墳6基方墳1基の少なくとも8基から構成される。かつては1号墳のみが円墳のクト古墳として知られていたが、2011年度に古墳群として認知されるとともに、同年以降に発掘調査が実施されている。 古墳群のうち一号墳は唯一の前方後円墳で、墳形は不整形な前方後円形をなす。近代頃に墳球が大きく破壊を受けているため、詳細は明らかでないが、古墳時代前期頃の築造と推定される。また三号墳は、出土品に大阪府の泉黄金塚古墳東角出土橋と同系の中国製の画文台新獣橋があるほか、奈良本地中西部では、 最古級の古墳とされ、当時の紀内山東県の中心地である、奈良盆地南東部の平野の大和古墳群、柳本古墳群とは異なる規模、構造、立地であるとして注目される。加えて、古墳の築造は、飛鳥時代まで認められており、古墳時代初頭から飛鳥時代まで、断続的に多様な古墳が営まれた点で、当時の葛城の地方北部の地域特性を考察する。 上で、重要視される、古墳群になる。八期の古墳域は2015年に、国の史跡に指定され、三号墳の出土品は、同年に、奈良県指定有形文化財に指定された。現在は、史跡整備の実施が検討されている。なお、古墳群の仮想では、弥生時代後期の小集落遺跡の存在が明らかとなっているほか、谷を挟んで、北方では、 寒脇銅鐸の出動や谷を挟んで南方では松里園古墳群の分布が知られる。ありがとうございます。